フラワーフルライフ、皆さん植物色の毎日やってますか？今日は何を紹介してもらえるんですか？はい、今日は、なんといっても今のおすすめパワーアイテムのバーベナです。バーベナちゃんたくさんあります。めちゃくちゃ綺麗、めちゃくちゃおすすめ、めちゃくちゃコツがあれば簡単に誰でも育ちます。はい、バーベナね、おすすめのバーベナたくさんあるんですけど、その中でも今日は特におすすめの6品種一挙大紹介いたします。さあ、まずはこれいいでしょ、2色咲きね、ハリケーンブルーって言います。ハリケーンブルー、すっごいつぼみいっぱい、見てすげえ、ハリケーンブルーね、人気の花色です。はい、次、そのハリケーンブルーの兄弟、ハリケーンピンク、ハリケーンピンク綺麗ね、これね、定番人気のハリケーンピンク。はい、目が冴えるようなホットピンク、ホットピンクです。これローズ色に近いホットピンク、すんごい綺麗。わあ、いいなこれ。はい、昨年までの一番人気といえばこれ、ピンクバレー、ピンクバレーです。やっぱり綺麗やね、いい、花上がりも抜群です。株もコチッと、とっても可愛いです、ピンクバレー。はい、そしてこちらも不動の人気だね、ブードゥーレッド、ブードゥーレッドね、花がちょっと 星型というか、ね、線が入るのが特徴的です、ブードゥーレッド。新色です、こちらロブスター、ロブスターです。なんだろうね、やっぱあのロブスターかな、湯がいた感じってこと。はい、いいでしょロブスターね、株の形もいいね、つぼみもいっぱい、なんか美味しそうな、ね、見えてきた。ロブスターおすすめです。おすすめのバーベナたちなんですけど、このね、綺麗な状態大きくしてね、楽しみたいじゃないですか。それにはね、ちょっとだけコツがあるんです。今のこの緑の状態を保ったまんま大きくして花をたくさん咲かせたいならね、実は大事なのは肥料なんです。肥料ね、おすすめの肥料、バーベナをたくさん上手に咲かせるためのおすすめの肥料あります。まずはね、マグアンプとかみたいなこういう土に混ぜ込む肥料ね、土に混ぜ込む肥料、元肥です。元肥ね、元肥しっかり入れてください。これしっかり入れて、それにまず植えます。元肥をしっかり入れて植えた後、こう大きくなってきて、さあ花を咲かせるぞっていうタイミング、その時に今度は追肥をちゃんとやってください。これ上に、鉢の上にね、土の上に置く肥料、こういう鉢物肥料とかね、こういう粒々の肥料が必要です。その上でさらにこのハイポネックスみたいな液肥、これを1週間か10日に一度ね、希釈倍率をちゃんと守って定期的に上げてください。そんな風にしてちゃんと肥料も効いてると、見てくださいこれ、じゃーん、こんなに綺麗な一株できるんです。すごいでしょこれね、肥料が切れると絶対こうなりませんからね、ちゃんと肥料が効いてる状態、そうすると、葉っぱや芽もたくさん出てきて、その先に必ず全部花がちゃんとつきます。今日のフラワンダフルなお花はこちらのバーベナでした。皆さんしっかり肥料やって、しっかり育てて、日当たりのいいところでね、たくさん花咲かせて楽しんでください。植物色の毎日を当店は全力でサポートいたします。この動画が気に入ったという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。